況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。打ちました。弾き返した打球はライトへ。バッターは2番に入っている村上。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。痛烈、三遊間抜ける。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは3番の鈴木。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。外から入りました。できれば低めを打たせてゴロにしたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。次が3球目。インコース打ちました。いい当たり、切りました。ファウルボールです。ファーストランナースタート、キャッチャー投球してセーフ。これが5球目。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。ジャイアンツさらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあ、そして打席には高橋が入っています。さあ、なおもピンチの場面。走ってきた、ヒットエンドラン、セカンド取った、アウト。初球ボール、ファウルになります。外の低め見極めます。153キロ。もう一球アウトローへ、ボールになります。インサイド落ちました。ピッチャー取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあ、これからマリーンズが守備につきます。丸が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。さあ、まず1球目打ちました。大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃。先頭バッター出ました。ジャイアンツノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには指名打者のビシエド。ジャイアンツ同点。インサイド落ちます。ショートの横抜けた。ジャイアンツチャンスになりました。ノーアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには浅村が入ります。さあ、得点圏には同点。これも初球打ち、ライナーを抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席には岡本が入っています。さあ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかり得点して同点にしておきたいですね。なるほど、そうですね。インサイドのボール球を打っていった。三塁線ワンバウンドフェアだ。セカンドランナーホーイン。まあ、向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。そうですね。バッターに近いところで沈んでいきます。ジャストミート、勝ち越しなるか。入りました、ホームラン。いや、ストライクです。2球目打ちました。外野大きな打球ですが、ワンバウンドヒットになりました。これが1球目、切れていきます。ファウル、ワンストライクです。バッターレフトが追いかける。